はい、長尾隆君。皇室典範の定める皇位継承者が今お三方、秋篠宮皇嗣殿下、悠仁親王殿下、常陸宮親王殿下しかいらっしゃらず、うちおそらくご年齢を考えると次世代の継承者と言えるのは悠仁親王殿下お一人という現状にあって、おそらく数十年後に悠仁親王殿下が即位され、その後男子がお生まれにならなければ皇位継承が危うくなるという問題提起であります。宮内庁にお尋ねします。皇位継承はどのような人に継承されるのか、皇統とは何なんでしょう。宮内庁、池田宮内庁次長。お答えいたします。皇位の継承に関しましては、日本国憲法第2条は、皇位は世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承すると規定しております。また、皇室典範第1条は、皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承すると規定しております。で、ここに皇統といいますのは、歴代の天皇から伝わる血統のことであると認識しております。以上。長尾隆君。天皇から伝わる血統という答弁がありました。つまり天皇の血統につながるもののみが皇位を継承するということで、俗っぽい言い方をすると父親をたどれば必ず神武天皇につながるものに皇位は継承されると理解をしたいと思います。次に、なぜ一般男子は皇室に入れないんでしょうか。池田次長。皇室典範第15条は、皇室以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては皇族となることが なることがないと規定しております。これは歴史的には一旦皇籍を離脱した方が皇籍に復帰する例もございましたが、極めて例外なものであったことを踏まえて、明治40年の皇室典範造法に規定が設けられ、現行の皇室典範もこれを踏襲しているものと認識しております。長尾隆君。一般女子から皇室に入れる方はたくさんいらっしゃる。だけども男子からは過去一人もいない。それは皇統に属さない一般男子は父親を遡っても神武天皇につながる皇統を継承していない。その子どもも皇位を継承できないという理解をしております。次に、神道の遠さ、近さというのは皇位継承にあたって問題となるのかという観点から、第26代慶太天皇ご即位の背景に関して宮内庁の理解をご答弁ください。池田次長。慶太天皇は第26代天皇でございますが、先代の第25代武烈天皇が崩御されたときにお世継ぎがなかったことから、慶太天皇が迎え入れられ即位したものでございます。武烈天皇と慶太天皇は、共に応神天皇のご正孫でございまして、神道では受神道の隔たりがございます。以上。長尾隆君。委員の皆さんにはお手元の資料1をご覧いただきたいと思います。青い部分です。今、答弁がありましたように、25代武烈天皇から、16代仁徳天皇、先ほどの神の竈門のまで4代、約200年遡って、200年また4代降りてきて、26代慶太天皇が507年にご即位されてきたという歴史的事実がございます。で、併せて資料1の緑色の部分に同様の事例がございます。99代後亀山天皇から90代亀山天皇まで4代約130年以上を遡って6代降りてきて、100代後小松天皇が1382年にご即位をされていらっしゃいます。つまり神道の遠さ近さというのは皇位継承にあたっては問題とならない、血統の濃い薄いというのは関係ないということを今ここで共有をさせていただきたいと思います。そして、戦後ですね、 GHQ によって11宮家が親戚降下をされましたが、親戚降下をした者が天皇に即位をした歴史的事実は存在しますか。池田次長。
歴史上皇籍離脱をした方が皇籍に復帰し天皇に即位した事例としては宇多天皇の事例がございます。平安時代の第59代宇多天皇は時の天皇である第58代高校天皇の王子であったことから、3年間の皇籍離脱の後、皇位継承を目的に887年に親王宣言を被って皇籍に復帰し皇太子となり即位したものでございます。長尾隆君。ありがとうございます。親戚降下した者が天皇に即位した事例が59代宇多天皇にあるということになります。何が継承されているのかというと血統血筋であります。で、資料の1赤色のところをご覧いただきたいんですが、2つあります。上のところが宇多天皇ということになります。もう少し詳しく言いますと、宇多天皇は王子の頃、父の高校天皇の他の皇族に対する政治的な配慮によって、まあ、話すと長いんでもちょん切っちゃいますけれども、親戚降下されることになったと。で、源の定美という名前を与えられた。ところがその後高校天皇がいよいよ崩御ということになった時にも、その後すぐにふさわしい皇族が現れず、源の定美が再び皇籍に戻って宇多天皇として即位をしているということになります。そして赤色のもう一つ下のところでありますが、実は60代醍醐天皇、この宇多天皇が親戚に会ったとき生まれた王子、源の是実が宇多天皇の後、第60代の醍醐天皇に即位されています。つまり、父の皇籍復帰とともに、自らも皇籍を与えられ、ここが重要なところなんですが、親戚の身分として生まれた唯一の天皇。なぜかというと、皇統に属する男子だったからということになります。で、ちょっと整理しますと、皇族が親戚降下し、一般人となられたが、皇室に復帰し、天皇に即位されたという事例がある、さらには、親戚の身分として生まれた皇統に属する男子が、天皇に即位されたという先例もすでにある。しかし、皇室典範では、今の皇室典範ではこれが許されていない。だからこれを改正しようという話の流れでございます。で、私からのご提案というのは、やはり例えば、あらゆる選択肢があると思いますが、例えば旧皇族の皇籍復帰を検討すべきではないか。で、現在の天皇は官位の宮家の血統を引いておられます。で、この血統に対するもう一つの男系の血統に、伏見の宮家があります。で、資料1のところのオレンジのところをご覧ください。御花座の天皇にオレンジの資格をさせてもらってますが、御花座の天皇の弟、伏見の宮貞常親王以来、実は GHQ による戦後の親戚降下のうち、この時親戚降下したのが、いわゆる十一宮家ということになります。で、今もなお、血筋、皇統は継承されており、今日に至るという事実があるということを確認したいと思います。で、政府機関の非公式な調べによりますと、10代の方で5方、5人、20代前半でお二方が、まあ、他にもいらっしゃるんですが、皇位継承者たりうる男子、すなわち男系父系で皇統に属する一般男子として生活をされていらっしゃいます。いわば、今上天皇の皇統の別の備えとしての皇統の役割を今もなお変わることなく果たし続けてきていただいています。という状況に鑑みて、やはり国民的理解に基づく立法を経た後、例えば旧宮家の中から了承の意思を持たれる方々に皇籍に復帰していただくことを提案したい。そのためには、皇室典範の改正、または特例法の制定を行う必要があります。で、あるいは、養子という形もよろしいかと思います。で、皇室典範第9条、天皇及び皇族は養子をすることはできないという条文に関連して、旧宮家の男子について、了承いただける方には、現皇族の養子となられることがあり得るよう、皇室典範の改正、または特例法の制定を行うことも選択肢ではないかと思っております。こういったさまざまな歴史的事実を参考にしながら、今後、どう皇室典範は
改正されていくのか、官房の方にご質問した。宮内庁です。池田さんでいいんですね。違うの、溝口さん。溝口内閣審議官。お答え申し上げます。安定的な皇位継承の維持につきましては、国会におきまして総理や官房長官が国家の基本に関わる極めて重要な問題である、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえながら慎重かつ丁寧に検討を行う必要がある、政府としては衆参両院の委員会で可決された付帯決議の趣旨を尊重し対応してまいりたい、旨の答弁をしているところでございます。私どもといたしましては、こうした総理や官房長官の答弁を踏まえて対応していきたいと考えております。長尾隆君。皇位継承のさまざまな乗り越えなければいけない壁を乗り越えるためのヒントというのは、すでに歴史的な事実に存在していると。で、女系天皇などは絶対認められてはならぬと思っております。過去男系女性天皇が8方11代ご存在していらっしゃいますが、ご主人が天皇であったり、あるいは子どもさんが皇位継承しなかったり、あるいはご結婚されなかったりということで、男系女性天皇というものは過去にありますが、断じて女系天皇というものはこれからも認められるものではないというふうに思っております。まさに我が国の国体に関わることでございますので、これからも皆さんと一緒に議論をできればと思っております。